どうもタブヤンです。ドラゴンクエスト4、前回不覚を取ったキングレオと再戦したいと思います。トルネコを馬車に置いてアリーナに変更、そしてねトルネコの刃の鎧借りてきました。タブヤンです。そしてアリーナ、レベル1上げました。みんなもねレベル1ずつ上がっております。さあ今度こそ勝つぞ。さあ行くぞ。タブヤンね、呪文ラリホーマー覚えました。聞くかな、聞かないだろうな。ものは試しだ。ラリホーマー眠らなかったやっぱりな。ダメか。うわうわうわ死ぬ。勇者タブヤン2ターン目で死んでしまうのか。マジか。どうしよう、ミネアがベホイミするだろうから攻撃だ。あ、ミネア早くして、死ぬよ。あー先に攻撃された、マジか。おお助かった。ミネア素早さ遅いね。ちょっとベホイ見してあげようか。タブヤンの方が素早さありそうだね。あー今度は無駄だった。ミネアを信じればよかった。攻撃力半端ねー。ベホイ見しよう、マーニャに。よし、マーニャのベギラマとアリーナの会心の一撃が見たいね。わあ凍える吹雪。ダメだこれ。あーミネア死んだ。終わったなこれ。強いな、勝てないのか。おいおいおい、刃の鎧どうしよう。ベホイミーをアリーナに。いやータブヤン死ぬか。やめてー、死んだー。終わったなこれは。終わった。馬車連れてきたいなー。おお、やばい。あーダメだー。おおまだ生き残ってる。最後の一撃アリーナ会心の一撃。ダメかー。倒すか。おお倒せなーい。2回目の全滅。まいったね。クリフトもね、あのホイミしか覚えてないんですよね。お金またなくなった。貯金下ろそう、貯金を。ちょっとキングレオ倒せないんでね、一旦ライアン見捨てましょう。ライアン見捨ててちょっと旅しましょう。地図を見て、まずね、この大陸で行ってないところね。モンバーバラとか行ってないよね。南にちょっと向かっていきましょう。まあ、レベル上げもね、その間にレベル上がるでしょう。戻ってきました。ここがモンバーバラですか。今から夜のステージが楽しみですな。トルネコさんよ、宝の匂いを嗅いでください。なし。夜のステージ、そっか、夜のステージ。あ、武器防具新しいの売ってないかな。あ、売ってないね。
基本のままだね。ブライがね、ラナールーター覚えました。これ便利だよね。昼と夜を入れ替える。ブライも役に立つことあるんですね。酒場。魔物たちが住むという岩山の島。いいえ。ここよりはるか東に岩山にを囲まれた大きな島があるそうだ。魔物たちのお城。へえ。おっと。おっと。一人で来てくれなきゃ嫌よ。いかがわしいですね。あ、リンダ。リンダどこに行ったんだ？手口がない踊り子のステージでは誰が踊ってるんでしょうね。パノンの爆笑ステージ。おっと、パノン。パノン、お笑い芸人か。おっと、マーニャのファンもいるぞ。拍手喝采ですね。裏側に回ってみましょう。ステージ入っちゃった。実は折り入ってお話があるんですよ。ちょっと私の服の裾を持ってくれますか。そうです、では行きますよ。お話。え？どういうこと？最近ちょっと落ち目なの。いやー、寂しいこと言いますね。マーニャじゃないか、元気そうで。敵討ちは終わったんだけどね。その上の上司みたいなやつがね、強いんだよね。参ったよ。パノンに話聞きたいですね。ちょっと夜は忙しそうだから、逆に昼の方がいいのかな。パノンのせいで踊り子の出番が減った。難しいですね、競争社会。芸人の道も厳しいんですね。 YouTuber と同じだね。難しいよ、再生回数がね。パノン探しましょう。パノン。あ、パノンいた。ただの冴えないおじさんじゃないのドキッとするなそうですよ、おじさんですよ。おじさんが何が悪いんですか。平均寿命も上がってますしね。そんな年齢は関係ないですよ。何もないね。ちょっとね、キングレイを倒せないんで旅しましょうよ。その東の島っていう魔物だけの島行ってみましょうか。この東ね、あの島ってあのライアンがいた島じゃないのかな。ちょっと位置関係がわからないんだけどね。ちょっと行ってみよう。
大陸発見。入り口はどこかな。ここかな。なにこれ、でか、船でか。あれ降りれないの。あ、降りれた。にゃーん、道具屋、武器屋の看板ありますよ。わお、すげえ。バトルアックス、まどろみの剣、ドラゴンキラー売ってますよ。うわ、金さえあればって感じですね。トルネコに稼いでほしいな。一回ちょっとパーティー抜けていいんでね、なんか5万ゴールドぐらい稼いでからまた来てほしいな、トルネコ。うわ、これやったら勝てるんじゃない、キングレオに。ということで、お金、ドラゴンキラーね、お金集めの旅に出ましょうか。1万5000ゴールド、そしたらキングレオに勝てると思うんだけどな。対岸に住む学者先生は大昔にあった空飛ぶ乗り物を作ろうとしてるんだってよ。だけど本当にそんなもんできるのかね、俺には信じられないよ。そうなんだ。あれ、喋れないよ、あの人。この島の奥地には魔物たちの城があるそうです。しかしそれを確かめに行った人は誰一人帰ってはきません。そうなんだ。あら、まあ、その昔、人も乗り物を使い空を飛んでいました。しかし地獄の帝王がその乗り物の源を奪っていったと伝えられています。多分それは地獄の帝王と共に地の底に封じ込まれたのでしょう。なんか話の流れ的に言うと、あ、小さなメダル、地獄の帝王がこの大陸にいるんじゃない、なんかそんな気がするよね、話の流れで言うとね。トルネコ、宝の匂い、あと2個、この辺りにあるんじゃない。違う、するって。ようこそ川の村リバーサイド。それにしてもあんたたちの船立派なもんだね。あ、学者さんかな、この人が。ほほう、世界中を旅してると。では私が作った空飛ぶ乗り物をお売りしましょうか。あ、売ってくださいと言いたいところなんですが、実はまだ研究段階で完成してないんです。空気より軽いガスがあれば飛べるはずなのですが、そのガスを探してくれば乗り物を作ってくれるのかな、この人が。小さなメダルゲット。これ覚えとかないとね。ガス、わお、魔法の方位、いいね。ドラゴンメイル、お、ドラゴンシリーズすごいな。ここお金が貯まったら来よう。いい街を見つけましたね。私は見てしまったんだ。この川を南に向かったところに大きな像が立ってるんだけど、その像が歩くところを、宿屋の主人が寝てる自分の部屋で寝てる。泊まっていきまーす。
か内側に入れたぞ、ルーラしたら。ここはなんだ、祠。あ、旅の祠。ドラクエあるあるですよね。あー、なるほど。出れない。なんかここ来たことあるような気がするな。気のせいかな。うん。おお、リバーサイドの内側入ってますよこれ。ちょっと行ってみますか。あ、こっちはいけない。あ、なんか像みたいなあるね、確かに。おっと、ライノソージャー、はじめまして。倒せるかな。あ、強い、やばいぞこれは。だいぶ強いぞ、頑張れみんな。聞かない、ベギラマ聞かない。ルカナンされまくってるやん、死ぬぞこれ。しかもスカラしてる向こうは。どういうことだ。メラ。メラかー、ラリフォーマー。ちょっと誰か交代しようか。トルネコに変えてブライ投入しようか。魔法で攻めよう。あ、スカラばっか。225も守備力上がったら。おお、ベギラマ効くか、キャダルコ効くか。お、効いた、いいね。ブライいいね。ちょっと入れ替えしようか。マーニャとトルネコ交代。あー、トルネコ意味ないか。クリフトにしようか。もうボス戦みたいなもんだねこれ。キャダルコ頼みだ、いけ。よーし、倒した。クリフト役に立たねー。もうガンガン入れ替えしますよ。これはもう魔法攻撃しかないよね。何回入れ替えるんだって。マーニャもベギラマ効くかもしれないからやって。守備力元に戻った。クリフトがね、ベホイミ覚えてくれないとね、戦力にならないんだよね、ホイミだけだと。おお、来たー、会心の一撃490、大したことねー。ライノソルジャー倒すの相当しんどいね。なんだこの塔は。神は自らの涙をその手に受け止めると言われています。どうぞお気をつかれていかれますように。それだけ。神父殿の言葉はきっとあの巨像に関係しているのでしょう。真面目なこと語らしたらパーティー1だね、ブライ。この最後の鍵がないと入れないんだね。じゃあここはまだ来るべき場所ではないね。ここは違うみたいですよ。ということで違うとこ行こっか。キングレを倒せっていう話ですよね。いや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 、ちょっとね。じゃあ今度はあのモンバーバラのところからタイ西洋的な海を渡って北の方行きましょうかね。どんどん行くぞ。はーい、あのモンバーバラよりアッテムトからの方が近かったね。ここなんか小島に来ましたよ。何もないな。あ、炎の戦士、
戦ったことあるね。特に何もなさそうだな。ここからちょっとどんどん北上していこう。行くぞみんな。トルネコのね、鷹の目。西に8歩、北に16歩に何かが見える。西に 1,2,3,4,5,6,7,8、 北に16歩。この辺りじゃないの？お、最男、ライノソルジャーの弱いやつかな。先にライノソルジャーと戦ってるからね。あ、絶対こっちの方が弱そうだね。倒せる。最男。あいつらスカラとルカナン使ってきたからね。ライノソルジャーはね、戦う順番おかしいでしょって話ですけど。ベギラーもあんまり聞かないで。ラリフォーよく聞くね。そのまま寝といてくれ。トルネコ砂を掴んで投げる。でも寝てるのに絶対目に砂入るわけないよね。おかしいよね。目つぶってるはずやん。おかしいぞ。そして眠らせるというね。攻撃が矛盾してるよ、トルネコとミネア。どっちかにしようよ。あった！なんかありました。夜になっちゃった。ん？あ、誰かいる。夜になるとこのように潮が満ち、砂浜も沈んでしまうのです。え？どういうこと？波の音が気になって寝つけそうにない。ミネア神経質なんだね。海が荒れた日は風の音が人の声のように聞こえるの。まるで海で死んだ先祖の霊の無念の声を聞いているみたい。なんか話がわからないぞ。ちょっと昼間にしましょうか。おじいさん、ここは時の流れより忘れ去られた名もない村。ああ、そうなんだ、ルーラーできない系かな。ところでお前さんたち、時の砂の伝説を知っておるか？いいえ。時の砂には少しだけ時間を戻す不思議な力があるというぞ。もしそんなものがあれば、たとえ戦いで命を落としても命拾いできるかもしれんの。あ、そういうことか。いいね、それ。欲しいな。私たちの祖先は海賊でした。そうなんだ。ある時彼らは船を捨て陸に上がったそうです。世界のどこかの滝の奥深くに集めた財宝を隠したまま。ワンピースですね、ワンピース。噂ではその宝の中にははぐれメタルの剣があった。欲しいな。ここ先のとこか。欲しい、それ欲しい。匂い袋って何？ちょっと一個買っとこう。匂い袋袋に入れたら多分袋の中もう匂いだらけになるんでしょうね。あ、呪文じゃない、トルネコに見てもらいましょう。ふむ、ノア、こいつはひどい匂いですね。こいつを使えば匂いが出てくる間は魔物によく狙われそうですな。どうやら一度使うとなくなってしまうようです。あ、レベル上げの時に便利なのかな。お邪魔します。え、どうしました？寝てばっかり、なんで？え、武器売ってくれないの？この人、武器売ってよ。
匂い袋使ったら売ってくれるんじゃない？違うか。昼間から寝てられるなんて実にいい身分じゃないの。本当だね。どうにかしてこの武器屋働かせれないんですかね。匂い袋使っちゃったじゃない。道具のことにとても詳しい。あ、そうな。時の砂のこと聞いてみよう。あ、夜に来てくんなって言ってる。はいはい、わかりました。ややこしいな。あ、潮が引いてる。え、なんかあるんじゃない？ここ勇敢なるバイキングの一族、ここに眠る。なんかレミラーマ的な呪文使いたいわ。なさそうですね。どういうことだろう。時の砂欲しい。昔この村にカーキの石ってのがあってね、池に沈めると一瞬で池の水を干上がらせたんだって。そうなの。時の砂とカーキの石。どういうことなんだ。この武器屋のおじさんに聞いてみようか。なんかここ落ちてそうな気がするんだけどな。ねえ、なんかあるんじゃない。これラナルータ、本日何回目でしょうか。さっき見落としたかな。あ、なんかあるよあそこに。そういうことか。これだからこの場所を覚えておいて調べたらいいのか。さっき気づかなかったね。で、道具屋のおじさんに、あれ？おじさんに聞いてみよう。時の砂について聞きたいっていうのはあんたかい？はい。なんでもあれは祖先たちが戦いの時に使ったらしいぜ。さっきの攻撃は失敗だったなってな時に、時の砂を使えば時間が戻せるってわけだ。まあ、どうしても必要ってわけじゃねえけど、持ってれば心強いかもな。あの人また寝てる。何してんのあの人。ちょっともう一回、この建物の下だね。え？あったー、乾きの石。池に沈めると一瞬で池の水を干上がらせる。何に使うのこれ。わからん。時の砂もらえるんじゃないの。見せましょう。トルネコ。ただの石にしか見えません。全然思い出せないストーリー。カワキの石は手に入れたけど、どうしたらいいんでしょうか。わからん。時の砂どこやね。日光浴ね。いや、いい場所ですけど、ここルーラーできないんだよね。ルーラーでは来れない。オッケー、乾きの石ゲットしました。さらに北に行こうか。一個ずつ島探索していきましょうかね。うわー、強いの出てきたー。キラーマベンガル、戦ってみましょう。
あれそうでもないか。勝てそう。ラリフォーマーされてる。トルネコには効かないラリフォーマー。アリーナは眠ってしまった。ラリフォーマーする敵嫌ですね。お、トルネコは指をくりくる回した。ベンガル寝てるのにさらにね目を回すって。だからミネアとトルネコのそのあのコンビネーションですよ同じことしたらダメでしょ。サッカーで言うとね、連携が悪いよ。トルネコとミネア。トルネコ大声上げるのいいね。モンスター的なねとかあるよね。トルネコレベルアップ。経験値高いね。470ってすごい。ミネアも成長していくよ。ちょっとこの島怖いよ敵強いよ。あれここは来たことのあるとこなのかな。あれここはどこだなぜ塔の中に宿屋がある。マーニャ何言ってんの。ここどこだ。お父様元気でいらっしゃるかしら。あれアリーナの地元かなこれ。あ、敵弱い。これ来たことあるとこだね。おー、商人軍団すげえトルネコが商人軍団呼びましたよ。すごいなトルネコ。やっぱレギュラー確定ですねいいぞトルネコ。ここは知ってる土地なんですね。じゃあおー、シーレオイオン、はじめまして。かっこいいな。ミネアのラリフォーめっちゃ効くね。おー、出た。商人軍団、今日めっちゃ出る。これ多分、トルネコの攻撃力が上がったら、商人軍団も強くなるんでしょうね。これいいじゃない。シーライオン眠ってるしでライオンじゃなくてトドだしね、どう見てもトルネコ子守唄すごい多彩ですよ。トルネコしかもマジックポイント無限だしねミネアの会心の一撃見たくないね、怖いどんどんレベル上がっていく。力6アップ。アリーナタブヤンレベル17。タブヤンだけ勇者だけレベル1低いんだよね。弟分って感じですよね。あ、匂い袋の効力が匂い袋で敵で出たのか。多めに参ったなやられたな。え、ここ何？鷹の目。東20歩南。ああ、さっきのやつか。え、ここどこ？これ何？え、何これ？砂漠のバザーは終了しました。あー、砂漠のバザー跡地？誰かいる。ホフマンだ。おー、皆さんお久しぶりです。ミントスの町でお別れしたホフマンです。覚えておいでですか？覚えてるよ。つい先ほど、つい先日だからね。ヒルタン先生の元での修行を終え、私もいよいよ独立することになりました。そうなんだ。
そこで先生に習って私も一つミントスのような町を作ろうと決心したんですよ。で、町を作る場所を探して旅するうちにここにたどり着いたというわけなんです。砂漠のバザーの跡地ね。うん、ここで皆さんと再会したことこそ神の導き。私ここに町を作ることにします。とはいえ、この不毛の地に私一人で町を作るのはとても無理というもの。そこで世界中を旅する皆さんにお願いがあるんです。行く先々で新しい土地に移りたがっている人がいたら、ここを進めてくれませんか？人が集まればきっとこの不毛の地にも立派な町が生まれるはずですよ。あ、そういうこと。まあにゃなるほど、わかりました。じゃあね、あ、ルーラーで来れるのかな、ここは。あ、来れる。すげえ、移民の町だって。わかったよ、ホフマンのためにね、ちょっと人肌脱ぎましょうかね。キングレイを倒すのも大事ですけどということで、一旦、今回はここまでにしたいと思います。移民の町からお別れです。移民の町パート1はこんな感じですねここから大きくなっていくんでしょうね。それでは移民の町の人探しに次回旅立ちたいと思います。このぐらい広々してる方が好きだわ。思いっきり体を動かせるし。それではまた、さよなら。